はい、毎度どうも恐縮です。キビアスと申します。デッドバイデイライトバイオハザードコラボやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、ジルバレンタイン出動でございますね。で、一応ジルバレンタインの固有パーク3つのうちの1つの起死回生を持ってきております。リンちゃんか、どんなパークかというと、フックにつられて救出または自力脱出したときに、あの回復がもうすでに 50% 済んでる状態でね、音を開始できます。そういうありがたいパークですね。 50% 結構大きいですよね。で、ここでなんか植物学とか医療キットとかあると結構ね、早く回復が済みますよね。ちょっと便利そうなんて持ってきてみました。さあ、ちょっとまだね、ジルバレンタインパーク全部揃ってないんでね。まあ一応セルフケア、逆境魂、一応これね、レア状態。もう一個上のベリーレアまで行きたいんですけど、まだちょっとレア状態でございます。で、あと闇の感覚というね、発電機が回った後に数秒間、キラーの位置が見えるというパークですね。で、発電機全部回った状態だと10秒かな?キラーのオーラが見えます。あれ?静止だな。はい、回復した方がいいかな。破滅あり。いやー、どこでチェイスしてんだ?戻ったかな?あ、かすがれて、うん、信用しなくないか、なんか。あれ、気のせいかな?気のせい?バレたっぽいな。絶対姿見られた気がする。来てるぞ。来てるよ。来てるよ。来てるよ。言ってるね。まあちょっとピンクのオーラ見えましたね。あ、いたいたいた、ナイス。まっすぐ向こう行った。じゃあまっすぐこれ戻ってくんな、フェーズ奥で。来た来た、やっぱり来た。まず発電機近づく。やばくないか、このフェーズ奥のしようとしてるところ。あー、やった。直線上にいるからちょっと怖いな。いやあ、ユーノの照明、素晴らしいの持ってきてますね。これ絶対こっち来るじゃん。まあ、来るよね、それは来るよね。逃げるか。逃げよう。離れてみます。板がない、そこに板だったっけ。おお、びっくりした。フェーズオフか。中断するかもしれないな。戻ったかな?多分戻ったんじゃないかな、向こうに。どう?あ、いるわ、やっぱいるわ。急すぎないな。こっち来る。どうしとめたいだろうな。もう倒さなきゃダメか。あ、光った。光った。どうしてもなんか救助行く方行っちゃうな。オッケー。でも、大丈夫か?間に合ったかな?さあ、破滅があるみたいなんで回したいですね。回しておきたい。さあ、チェイス中。頑張ってください。頑張ってください。頑張って回します。どの辺だろうな。お、若干見失ったか、キラーは。キラーさん見失った?どこにいる?どこだ?どこだ?姿見えない。え、どこだ?あー、向こうだ、向こうだ。あの小屋だな。ってことは、ドワイトで一緒に行こう。多分ね、うん、こっちの方向は結構逃げてると思う。と、キラーが遠ざかってると思う。どこだ?向こうか。竜の正面、行くぜ。まあ、隙あらば、救助来たいな。ちょっと遠いな。ちょっと遠いですけどね。お、釣った。
他のサバイバー、あ、結束ないんだな。今度結束持っていこうかな。あ、待機があってかな。行ってみようかな。ただね、なんかキラーさん、このキラーさんは多分すぐ戻ってくるんですよね。救助行こうとすると。そんな感じがする。近い。バレてる。リンちゃん。いた！びっくりした！おお、焦った今。止まって何よりだな。私は他の人が追われてるのか。ちょっと待って、これ間に合うか。これ全力で走って間に合うか。これ、あ、燃えてる。あ、ナイス。これ霊障じゃないでしょうね。嫌な予感しかしないけど、嫌な予感しかしないけど、霊障というのはこれを壊すと1分間かな、全員無防備状態、つまりワンパン状態になるということですね。攻撃1回でダウンしてしまうというね。無傷でも大丈夫かな、これ。おし、さすがに練習じゃないか。さ、バレちゃう、これ。リンちゃん、激怒ですよ、これ。あ、痛い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 、ちょっと、逃げたい。逃げたい記念。あれ、プッシュ来た。ほっ！プッシュ行く。継続か。よいしょ、逃げよう。そのうち逃げよう。さあどうする、救助いけるか。これボロタイないんだよな、私な。今回はジルバレンタインでまだね、ボロタイが出てないんですよ、まだね。あー、ちょっときついな。無理やり言ってもしょうがないしな。あれちょっとダメだな、ボロタイないとダメだ。あれは無理だ、申し訳ない、ごめん、申し訳ございません。逆に無理にね、救出しちゃってすぐダウンっていうのも結構ちょっと申し訳ないんでね、ここは潔く謝っとくわ。申し訳ございません。ただここ来るな、ここ来たらどうしよう。後ろ向いたな、もうあそこに行くしかないな。ちょうどね、11時の方向に逃げようと思います。もしヒラが来たら、さあどうなる。ん、あ、来た来た、仲間来ました。あらす、ジェーン・ロメロさん、こんにちは、よろしくお願いします。で、今回ドリフト現象出てないな。あ、これ治ったかな。ちょうどね、友人に勧められてね、コントローラー、 PS5 のね、コントローラーの後ろのね、あ、ちっちゃい穴があって、そこにね、何秒間か針で突っつくと治るんじゃないのっていう、あ、リセットされて治るんじゃないのっていうことをアドバイス受けてやったんですけど、治ったっぽいな。それにドリフト現象っていうのは、右スティックもしくは左スティックがね、勝手にこう移動し始めてしまうというね、現象があってね、それ結構ね、悩まされましたね。うん、シューティングとかね、デッドバイのキラーってと勝手に上向いて視線が結構厄介な時があるんですよね。やべ、こっち来る、ほら回しようか。あ、こっち来るな、絶対こっち来るな。ナイスファイト。そこの中回したいな。そこもういなくなってんだろうな。なんかあれかな。いや、そんなことなかった、そんなことなかった。探してんな、これフェーズオークで。ハスレキ探してたな、これな。うん、すぐ後ろにいると思う、ハスレキいると思う。うん、まあ、そこだよな。そこを回すべきだよな。蹴った後はね、発電機を蹴った後は、やっぱ腰危なかったですね。今、チェイス中か。大丈夫かな、これ。あとダウン。さあ、これ、カスかどうかが問題ですね。カスいいだ。真っ先にこっち来るな、これ。まあ普通に発電機くるでしょうね、これね。発電機を回ってくるか、バベチリで見るか。おっと、近いと。絶対あれ離れないマンだな。うん、離れてないな。これボロタイないですよ、私ね。
あとできるのは肉壁しかない。どうすかな。こっちだよな。こっちだよな。走った後はつけない方がいいな。ここでいいか。見つけない。レッツゴー。レッツゴー。どっち行く？好きなとこ行くぜ。前に出るか。ああ、真っ先飛んでる、行った。仕方ないか、これは。肉壁、はい。肉壁。だから、あとはわからん。あとはわからん。こう回すしかないな、ここ。あとはどうだ、どうやと。頑張ってくれ。やーべって。これ回復しなきゃダメだ、これ。間に合わないな、これ、回復。いくら逆境倒してもこれは間に合わない。釣る場所にもよるけど。あ、これ離れてんな。いや、そこか。いや、きつい、これ。絶対そっち行くんだろう。一回逃げようか。安全策として。で、まだチャンスはできたぜ。追い詰めたかな。よーいしょー。もう通用しないな、これは。これは入れないな。待て待て待て。いた、呼ばれた。そうだね。そうですよね。ですよね。あれです。分かってます。申し訳ございませんでした。リンちゃん強いな。4% だよな。引いてみようか。あ、ダメだった。最後の一人だからダメだ。4% 減ったくれもないわ。ありがとうございました。お、ハッチ近かったんか。うわぁ。そっか、この上で湧いたのか。この建物の小屋の中で、あのハッチが出現したのか。もうちょっと頑張ればよかったなぁ。はい。ということでございまして、今回動画はここまででございます。ご視聴ありがとうございました。また次回もやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、さよなら。